意外だったのがカロウェイなんですよね。これ市販してるんですか？市販はしてると思いますけど、なんかモデルがまあまあ古いんですよね。うん、めちゃくちゃちっちゃい顔してるよねこれね。多分ツアーでこれ以上ちっちゃい顔 ないでしょ。アイアン、そこは別にこだわるじゃない。そうですね、あんまり。これなんでこれにしてるんですか？その当たんないから、うん、コントロールできる方がいいかなと思って。ちょっと待って、あ、芯に当たんないからってこと？そうです。これでも俺から見たらめちゃくちゃ逆にコントロールできなそうなんだけど、じゃあヒロシの中ではこれは優しいクラブを選んでるの？簡単なやつは、うん、なんかどこ行くか分かんないんですよね。例えば開いて当たったら、うん、右にまっすぐ飛んでくる、うんうん、でこれだったら、うん、なんかイカサマみたいのできるかなと思って。あの今のクラブは高性能だから、なんかもう向いたところに飛んでっちゃうのがないってことね。あ、そうです、そうです、はい、あ、そういう逆の発想だ俺と。